まあ、我々のアプローチ、今言ったように、研究対象サイトっていうのは東南アジアで、もちろん、遺伝家畜のところに調査に行ってます。で、まあ、大体、どこの国、どこの地域も、まあ、似通ったところで、まあ、あと東南アジアということで、大体、まあ、気候も、状況も似てるというところになります。あともう一つ重要なのが、もちろん皆さん協力的じゃないと困るし、そもそも、まあ、こういう辺境のところにアクセスするというか、行くこと自体、そこの政府、あるいは地方政府、地方の役人のところに行ってお願いしてですね、で、まあ、まあ、行っていいよと、というとかおらないと、足を踏み入れること、外国人に特に我々のものがあったら、そこにそのポイって行くなんてことはありえない。ということです。で、住民、あるいはそこの、地方政府の方々も協力してくれるということが、もちろん条件になっているということです。まあ、我々はちょっとするんだから、サイトセレクションと言いますけども、そこら辺は、バイアスがかかってるよねっていうことは、言えないことはないんですけども、まあ、他に方法ないよね、ということです。で、我々自身は、いろいろ上に、この資金源が書いてある、ゼロエミッション研究局で、これ、京都大学エネルギー事業研究所の、共同研究のお金少し、財団と、あと JASTIC っていう JST からのお金っていうのをちょっとだけ使ってますけども、こんな電線引っ張るとか、太陽電池ボンボン入れるなんていうことは、ほとんどそんなお金ないもんねということなので、我々のやり方としては、地元政府とか、プロジェクトがあって、どっかの村に、これから1年後、2年後に、例えば太陽光パネル、ソラホームシステムって言いますけども、というものを入れるという計画を、お伺いしてですね、そこの場所に行くというやり方をしています。まあ、これでお金かからないと、旅費だけでいいしね、ということですね。それで、まずは、電化ガス入ってない、電化されてないときに、まずは、いろんな、情報を聞いています。先ほどのインタビューもやります。ということで、その後、まあ、電化ができた段階で、またそこの村に行って、皆さんにもう一遍聞くということで、その後、まあ、今、もう継続して聞いてますけども、もうインタビューしてます。ということです。まあ、前後でやれば、先ほど、最初の方で申した通り、電化ということで、何らかの変化が生じているよね、ということで、その前後での、比較をすると。まあ、そうすると比較的わかりやすいんじゃないかな、ということで、こういう方法を取ってます。分析はもちろん、統計的な手法で、前後の比較をすると、という方です。まあ、この前後っていうのはなかなか正直言って難しかったですというか、今でもそうなんですけども、計画では来年入るよねっていう話、噂じゃないけど、そういう計画があって、そこに行ってもですね、なかなか進まない。特にその、電力系統の延長みたいな話なんかは、まあまあ、あと来年か、1年か2年後には、電化されますというところの話を聞いていくんですけども、なかなか進まないというところで、その後のデータが出てこないとかですね、入りそうだっていうふうにして、地元の人たちも含めてそういう話があって、じゃあこちら準備していったらば、実は先月入りましたとかっていう話も、よくあります。なかなか当たり外れが大きいので、データも集めるのはなかなか大変だということはありますが、まあ、しょうがないです。どこで言ってもしょうがないね。